鳥居、元吉根塚古墳は、山梨県市川三里町大塚にある古墳、鳥居元古墳とも呼ばれる。鳥居玄は、同古墳所在地周辺の通称、甲府盆地南部、市川三里町域の北東端に位置、曽根丘陵生誕の地球上に立地する。標高は320メートル付近。曽根丘陵は、東海地方の弥生文化や機内の古墳文化が流入した地域で、 大塚古墳や伊勢塚古墳などが分布する。開墾による破壊が激しいが、1894年の調査で石室が確認され、昭和初年には西名義雄による調査が行われている。内部主体は割石小口済みの縦穴式石室で、内部には種が塗布されている。埴輪は確認されていない。1979年に発掘調査が行われ、副葬品として、 防災内降下門橋、白菜の真珠橋、滑石製薄玉、鉄刀、鉄剣、銅鈴、弾き片、杖木破片などが出土している。大地式真珠橋が区1時半マイナス3時に、時計回りに赤カラス元年名。東京国立博物館展示。赤カラス元年橋は、国の重要文化財に指定され、一宮浅間神社に所蔵されている。 直径12.5センチメートルの記念名橋で大陸南部の呉の年号である赤カラス元年の記念名を持つ。日本列島では、弥生時代には大陸から遺診材として製造製品が輸入されており、山梨県内でもや白菜橋や出土している。大陸で両島半島地域を支配していた高村氏は、義と敵対する一方で、呉と 外交関係があったが、鏡に記されている赤ガラス元年には、コウクリと義の攻撃で、コウソン氏は滅ぼされている。義氏は人伝によれば、日本列島では、翌年に、山大国の女王卑弥呼が義に徴降して、親義王の称号を与えられたと言われ、こうした東アジアの政治状況の中で、記念名稽は、クレとは国間の外交関係、あるいは、 構村氏を介しての通行によりもたらされたと考えられている。ありがとうございます。